田です。坂田です。あの、すいません。はい、合ってた。何がですか？いや、あの、換気扇、止まっ消してたわ。消しました。なんか、さっきつけてたのを記憶して、はい、止めなきゃっていう今思い出したけど、そもそも止まってたっていう。っていう、これは雑談をしていくラジオです。はい、というわけで坂田家で収録しております。ポッドキャストでも配信しております。ってことはね、はい、て換気扇がうんぬんってことは坂田家はいですね。今回のテーマ何ですか？できない男の思考術2。いや、覚えてるかな、あの伝説の回の。伝説の回、なんかそういえばあのポッドキャストの、うん、なんか1年間のそのあるじゃないですか、 Apple Music とか、うん、Spotify で今年聞いたよみたいな、うんうん、あれの配信者版もあって、お一番聞かれたとか聞かれたよ、うん、再生されたってことね。できない男の思考術、が一番ってその2は出てきてたんですけど、多分他のプラットフォームとか合わせたら VIVAN とかなのかもしれないですけど、 Spotify 上だと一番多いのかもしれない。そうなんだ。あの VIVAN を抜いて、あの VIVAN、 VIVAN、 あの Spotify だと波風一切立ってない。まああれは YouTube だけでしたね。 YouTube だけでした。はい、というわけで、はい、死後デッキ2ですよ。みんなな覚えてますかね、坂田があの仕事ができなくて、どういう思考をしてたらそんなに仕事ができないのかっていう、あの逆張りの、はい、まあそうです話をしたわけね、はい、逆に言えばこれを真似しなければ仕事ができるようになると、スムーズにいく。なんかってことは結構空いたじゃない、あれいつ、はい、もう夏だったよね、あれ。そうですね、あれ7月とか8月とか、いつなんだろう、ちょっと見てみますね。結構最初だったけど、だからまあ3ヶ月、少なくとも3ヶ月とかは、4ヶ月ぐらいは経ってる気が。4ヶ月前って一応なってますね。4ヶ月前か、いつなんだろう具体的には。じゃあまあ7月とかかな、7月24日に投稿していて、はい、4ヶ月半ぐらい前、はい、なんかちょっと空いたじゃない、その、はい、まあ空いたもその、まあ、これはなんて当たり前に、ね、静かしてるんだって話ではあるけど。ってことはなんか最近またこの死後デッキ2をやりたくなった、はいはい、なんか話があったってことなの？ありましたね。おありましたっていうか、その本当にあのマインドの話でしかないんですけど、おさいあのやれると思えばやれるんじゃないかって最近仕事できそう仕事できそうなやつの思考術になってるけど、なんかいやなんか俺できないもんなって思ってるんですけど、ああ、まあ、実際にできないんですけど、うん、そのできるできない以前の問題なんやないかなみたいな。おお、なるほど。そのぼーっとしなかったらいいんじゃないかなって。なるほどね。っていう、手動かすと、手動かそうって、ああっていうのを最近思って、その絵描いててサムネとかも描くじゃないですか、うん、例えばサムネを描くのにそんなに言っちゃえば時間かかってないわけですよ。すごいよね、まあ、あのサムネは、うんうん、でその他の何かを、まあ、描いたりしてる時とかに、うん、例えば、バスが描きたいってなったら、はいはい、バス知らないじゃないですか、ちゃんと。まあ、そう、確かに頭には浮かぶけど書けないじゃないですか、うんうん、みんな多分バス、そうね、うまく書けない、書けないじゃないですか、うん、ってなったらやっぱ資料がいるわけですよね、はい、バスの写真を撮ってきて、うん、でちなみにあの角度とかもできたら書きたい角度に合わせたいとか、うんうん、で資料をいろいろ集めて、うん、で実際にこうなんだろう書いてで完成するわけじゃないですか、うん、僕資料集めのとこがもうほんとめんどくさすぎてすぐほったらかしにするどっか行っちゃうみたいな、うん、これやればできるのに。ああ、そのとにかく まずアクションをすれば、アクションをすれば、うん、アクションすれば完成までつくのに、うん、その書き始めたらまあ書くんですけど、うん、その一個前の準備段階、うん、すっごい適当みたいな子供か宿題やん、もう子供の宿題やん宿題戦小学生と一緒だん。いやそうなんですよ。で資料集めりゃさえすればやるんだから、で、うん、その腰が重いみたいな、うん、書くの遅いんだよなってすごい言ってんすけど、まあ、書くの遅いんですけど、本当の遅い理由はそこじゃないんけ、本当に遅いのもあるんですけど、集めるとこはやったらできるんやからみたいなまあ集め方も多分コツはあるんですよ、そのね、確かにあるけど、でもそうなんですよ、でもとりあえず要はやりゃ進むことを、そうなんですよ、やってない、やってない、これ仕事も多分同じ、うん、やりゃ進むんじゃないか、いや言い方が仕事できる方の言い方したらおもろいよね。てってってるるるって流れ仕事っていうのはやったら進むんです
まああるよね、そのなんかでもよくさ言われることではあるのかもね、はい、そういうビジネス本とか、はい、俺あれですかね、うん、あんまりちょっと好きじゃないから、はい、けど読んだことはゼロじゃなくて、はい、ああいう系の、はい、なんか大体同じような、え書いてます、やったら進むって。いや書いてある。マジっすか。なんかね、いやそんな言い方というか、はい、よくあるその思考に時間がかかるものと、はい、そうじゃないもの、別にこれ本に書いてあるというか、作業的な、そう作業的なもので、時間をかけたらクリアする課題 と、はい、時間かけてもクリアできるかどうかは不明確なものみたいなのとかあるじゃん、はい、で、はい、まあ、それの優先順位とか、はい、あの未来、要は思考の種類の中でどっからか片付けるかみたいな、はい、でまあ、要はよくあるさ、先にとにかくできる部分からやっていって、はい、で 40% とか 30% でももう一回提出する、はい、第一提出して、はい、っていう風にやっていくと、まあ、基本的にその一番最悪なことって絶対起きないし、はい、なんかお前あれ言ってたろ、はい、直前になってできてない、はい、やばいみたいなのがもう基本ないから、20点とか30点でもういいから、はい、そう、もう細切れに提出して、はい、ブラッシュアップをして、まあ、別に100点にならなくてもいいけど、まあ、80点ぐらいになるけど OK で、で次の仕事移るみたいなのでやっていってさばきましょうみたいなのって、なんか今よく書いてあるっちゃ書いてある、うん、じゃあめちゃめちゃよくあること僕は今気づいた、今逆張りでやってない、何でもあるんじゃないかって、やってないこと、でもすごくない、これってさ、できる人がさ、はい、書いてることにたどり着いたと思う、一個たどり着きましたよ。そうだからこれはもう価値だよもう、はい、それと同時に、あ本当に仕事できる人ってこうなんだみたいなことがあったっていうか、うん、そのじゃまずじゃ僕が最近せっかくなんでね、最近やったあの OK ポカみたいなの、 OK ポカあのかわいい言うと、うん、あの OK ラジオって Google カレンダーで全部管理してるんですよ、収録日と全部っていうか、まあ、収録日といつこの回が配信されるみたいな、うん、でそれをあの僕も古賀さんも自分のカレンダーにその重ねてるんですよね、うん、で僕ある表紙に僕のカレンダーじゃなくて OK カレンダーずっと見るようになってて、うん、でちょうどその別に予定も入れてなかったんですよ、でだからこれが自分のカレンダーだと思って12月に予定パン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 って入れてたら、うん、OK カレンダーでそう、ね、で古賀さんの方にもあの僕の粗大ゴミの予定が入ってそうそうそうっていうね、ああいうことをよくやるんですけど、はい、あの古賀さんは多分そういうの一切ないじゃないですか、多分、まあ、今予想ですけど、あんまないかもね、だし、うん、そのまずその日付とかを、日付能力者じゃないですか、ああ、まあ、ね、年というか、年というか時系列能力者さっきあの、うん、昼クライムの春夏秋冬の年度まで覚えててマジでってなってとかそういうのってなんかこうやり取りとか会議とかで、うん、あれあそここうなってたみたいな、うん、忘れなそうじゃないですか、あそれ結構忘れないかもですよね、うん、僕も一個も覚えてないねまあまあでもそれは質問しに得意不得意かもね、もう本当にあこれなんとかでしたっけなんとかでしたっけ あはいつって席戻ってあれ何聞いたんだっけみたいな、いやもうメダカやん記憶の長いメダカやばみたいな感じで、はいはい、でもうこれ圧倒的にやっぱ素質の違いじゃないですか、いやでも素質ってでもこれ能力の一部分な気がする、別に一個だから全部ができるわけじゃないし、はい、なんかでも坂田がちょっと絵が上手とかと一緒、はい、本当ですか、うんな気がするけど、ね、小賀さん多分僕絵描いたら僕より全然すぐ上手くない、うん、そんなわけないやろ、本当に本当に本当にそれは分からんけど、分からんけどそんなことはないと思うけど、まあ、だからそこはもう何だろう、使える能力の、はい、うん、得意不得意なだけな、得意不得意、まあうん個性、はい、なんかやっぱ道徳の授業みたいな、お願いします、できない子をさがなんか救うためのやつみたいないやだけでもマジでそんな気もするけどね、はい、あ本当ですか、うん、じゃあ坂田どうしたらあの伸びますかねどこ伸ばそうとしてんの、あの僕が今一番結構やらかしっていうか、うん、よく、まあ、普段のものですけど、これ何日やったら終わりますかって言われて、あ難しい質問やな、でもそれはで質問が悪い気もするけど、例えばじゃああのそれがまず分かんないんですけど、うん、3日で終わりますっつって、うん、これもあの僕よくやるんですけど、あの僕はあの普段なんか漫画描いてるんですけど、こう遊びで、で、うん、あと1週間で終わるわみたいな、
終わったら飲み行こうみたいな言うて、あと1週間って時だいたい3ヶ月かかるんですよ。ずれてんな。12週12倍ずれてるってこと。8% しか見積もれてないってこと。やば。で、あの、え、結局どうなったのあれみたいなっつって、あとあと3日で終わるっつったら1月かかる。やっぱ10倍ずれてるから、さっきからさ。うん、みたいな感じなんですよ。でもそれは別に坂田じゃなくても俺ミスると思うのよ、はい、そのそういう誤差って、はい、問題は、はい、長期スパンの工数予測は俺はやっちゃダメだと思う。あ、要はあと何分で終わるとか、はい、あと1時間使ったらとかやったら多少精度上がるやん、はい、その自分の工数予測、ね、はい、っていうそのある程度精度が担保されるところまでしか言わない、はい、なるほど。だからそでっていう方がいいんじゃない。ああそうしよう。確かに一コマ書くとか一枚絵を書くだったら OK ラジオのやつだったら例えば今日中には上がれられますみたいなとか、まあ、1個分だったら少なくとも、うん、多分今日絶対1個はできますとかだったら、はい、多分でき分かると思うけど、でもそれがさ15枚例えばあったらさ、はい、結構きついじゃん、はい、しずっと集中力が続くわけでもないから、はい、その当たり前だけど時系列のスパンが長ければ長いほど精度落ちるから。しかもそういう時なんかやっぱ見えも張るし。そうなんよ、見え張って、しかも一番動いてる時の感じです。いやさ、ハイパフォーマンスの状態が、あの1時間保つとして、はい、それがかけ10いけるみたいな。そう、そういうわけじゃないもんね、はい、平気で僕来週までに終わるっつって月曜に終わるっつって今から本当にマックスでって月曜に終わるはずなのに月曜って言ったからあと3日あるんだっつって1日この競輪してましたからね。もう倍言ったら、じゃあ倍言うか、うん、3日で終わりそうだなって思ったらもう1週間って言うとか、ちょっと倍で言ってきます。一旦倍で、一旦倍でも今のところ10倍ミスってるから。まあちょっとそれでも溢れちゃう可能性あるんだけど、ちょっと倍でいきます。でもそれでも今までより誤差は減るはず。そうですね、うん、でそれでもやったらもう3倍とか、そう、それで学習していこう。ちょっと勉強していきます。やっぱちょっと自分に期待しちゃうんですよね。それはいいんじゃない、いいことなんじゃない、はい、なんかいいセリフだよ、自分に期待しちゃう。そうなんですよ、いつだって自分に期待しちゃう。いやすごいアスリートみたいな。なんかどうなんですかね、やれ終わるんじゃないかっていう。いや、やれ終わることいっぱいあると思うよ。いや、終わらせていくか。でもそれがな、なかなかできないって話で、できないし、そんなサクサクやってたらあら、はい、もらうわって話だもんな。人間だらけるしさ。そうなんですよ、別にやんな意味もなく時間を潰すしさ。いや本当ですよ、本当に毎日ビットコインの値動き見てますもん。気持ち悪。あ、今日めっちゃ上がりました、ちなみに。そうなんや。まあそれねえ、てか部屋どうですか。え俺に言ってましたのか。俺に言ってるような、さすがに。はい、仕事的話がどういうことですか、あのどうですかって、綺麗になってきたと思いません、ね、ちょっとまあここは今細かいことになってますけど、綺麗ってはないよね。ないキープ。いや、そのまあ心なしか、はい、ちょっとずつそのでかいものが、はい、まあソファーが減ったりとか、はい、まあちょっと今日実は大きな机を捨てて、はい、まあ、あの別の新しい机が来てるけど、はい、まあ、ちょっとちっちゃくスリムになったのかな。そうですね、あの10センチほど小さくなりました。おう、そうっていうの感じで、はい、その箇所分空間が増えてきてる感じは。ちょっとね、でも最近そのこう在宅の仕事も多いんで、はい、お部屋がごちゃごちゃしてるから集中できないんじゃないかって思ってたんですけど、うん、こうこれがねエントロピー問題と言いますか。あれ、そのエントロピーが増大してる、うん、ごちゃついている、はい、状態が部屋じゃないですか、うん、で、まあ、坂田の部屋、ね、うん、そして脳みその中もごちゃついてた、はい、ってことである種調和が取れてた、エントロピーが低かった。そう、え何を言うてるの。ほんまに分かるわからん。頭エントロピーと、うん、あの部屋エントロピーが一緒だったこと。一緒だった。どっちも同じレベルでごちゃついてた。ごちゃついていた。全体として調和が取れていた。こう、まあ、調和とか釣り合いは釣り合いが取れていた。でも今
部屋がちょっと綺麗になったことによって、はい、ごちゃついた脳内があるじゃないですか、うん、これが部屋に流れるんじゃん。エントロピーの概念でいくとさ流れないんですよ。なんかほうなんか頭がどんどんもっとごちゃついてきたっていうか、あここのエントロピーが下がった部分が合計を合わせようとして上がってきてる上がってきてる。やっぱ人間だから、いやバグってんだバグ脳やん今日。そう神脳の逆みたいな今日あのちなみに河野玄斗の逆みたいな、はい、今日バグ脳いっぱいあった バグ脳バグ脳の話もしますバグ脳の話どうする。まあいいややるか今回。確かに45で来たちょっと近い、はい、絡むか。何ですかバグ脳。バグ脳あのあのまず今日晩ご飯に古賀さんとラーメン食べ行って、うん、であのお水セルフサービスなんですよ、はい、で2人ともお水ついでで2人ともあのチェキに戻ってカウンターに戻って置いて、うん、俺が左側坂田の左にいる。そうなんですよ。で2人とも同時にコップを置いたと同時に、うん、僕あの右手にコップを持ちながら左手で古賀さんの水飲もうとしたっていうあれ怖かったねほんまにバグ散らかしてたのよバグっててで言ったもんな本当にで俺になってっていう。そしてその直後にあやっぱ怪物界は結構映画だったから行きましたねっつって、うん、怪物界なんかもじゃないっていう性欲ね性欲の怪物界確かにあれ結構脳のエントロピー爆増してたかもしれない、はい、爆増した全部ぐちゃぐちゃになってであとなんかバグっていうのが何かありましたかね、うん、とか。まあでもやっぱ俺そのまずは俺その性欲界が、はい、あの怪物界は、はい、まあわかんのよ。そのまあ、映画界やったし、はい、ちょっとその最近のなんかあの感想多めの映画というか喋、はいはい、るポイントがいろいろ出てくるみたいなの で、はい、あじゃなくてってわかるんだけど、はい、その右ポンドで左ゴクって飲んだらもうなんか身体性のバグやからお前怖くてそのじゃあお前右手何やったんっていうその瞬間右手を失ってるやん。その自分の制御から切り離しすぎててあの瞬間。でも僕はすごい自然とやっちゃったんですよ。だから それをなんかちょっとこう間を置いて変な感じとかじゃなくて、はい、もうそうやって生活してきた人みたいな、はい、スムーズな動きでバグが起こってたから、なんかバグは綺麗に起こってたというか。そうなんですよ。そうそう、ガサついてなかった本当にね、うん、綺麗にずれてたって。エラー吐かずに出力間違えたみたいな本当にあれちょっとおもろかったけどね。でしたね。え、じゃあさっきちょっと話戻っちゃうけど、はい、ってなるとさっきお部屋がちょっと綺麗になりつつあるから、はい、その部屋のエントロピー減少に伴って脳が増加しているって話だったから、はい、よくないってこと。よくないえ、もういけん。でもまだでもあんま変わってないのかな。そうだからまだ大して変わってない。いや、もう一個その説があるとしたら、はい、これ物は減ってるし、はい、空間はちょっと増えてきてるけど決してまだ整えられてはないやん。そうですね。だから実はエントロピーが増大してる可能性あるから。ああ、なるほどそう、空間は増えたけど確かにギチギチに綺麗に詰まってればそれ、そう、それはそれでエントロピーは低いけど、あ、今増大中みたいな。そうで、こっちこう物がガクスンって減ってちょっとスカスカ、はい、こっちギュウギュウみたいな。それあるかもしれない。本当にあの今ふとした時に本棚とか見てメルカリに出せるものないかなってずっと。いや出していけそうだけどな、結構いろいろ。もう結構やったんですけどね。毎日発送してますよ僕売れてきてる。売れてきてます。一番なんか高く売れたのなんか、うん、メガネおお売れそう。確かに3万3000円。おー高い。高かったですね。ちなみにドナシメガネとか。あ、ドアリです。へえ。もうドアリのまま渡しました。どうも変えてます。まあ変えたい人は変えてくれってことか。はい。まあ割となんて言ったらいいですかね、まあ人気メガネみたいな感じだったんで、うんうん、でしたけど、あとはもうちま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 本当にもう400円とかでも売ってますからね。それなんかあれ手数料こっちが持ったらさ500円ぐらいかかんない。500円ぐらいはかかんないんですけど。そんなかかんなかった。まああの100円もないですね利益。そうだな、はい、10% 取られて、はい、いろいろやって。本当に取られまくってますよ仕事できない話ちょっと見切り発車すぎましたね。
まあでもな気づけばもう20分喋ってるんで。あ、本当ですか。まあそんな感じにしますか。そうですね、ちょっと小川さんが仕事ちょっとできる話聞きたい。いやないけどね、別にそのなんか今相対的にそうしようとしてるけど。いや相対的じゃなくていやなんか本当にないけどな。あ、小川さんやっぱ仕事できるなってひしひし感じるというか。もういいわ。いじり始めんだもん。まあ、だ雑談会じゃない。じゃあ適当にまた喋ろう。はい、というわけで、でね、一旦じゃあ、一旦というか普通に、この、坂田の、はい、できない男の思考術2は終わるか。あります。はい、これ1はね、結構あの、切実に喋ってるんで。ああ、そうね。熱量があるから。はい。聞いてください。はい。ポッドキャストでも配信しております。はい、Google、Apple、Amazon、Spotify、お好きなプラットフォームで聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。